こんにちは。今回は断飯本編が歴史の教科書に載るようになった時代のメリニ王国の歴史や社会を考察、食料を現地調達する作戦を悪食をライオス作戦と呼ぶに対する皆様の反応を紹介します。皆様からの感想、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。ヨダン・ザ・グレート、コボルトの青年ヨダンの一大スペクタクルドラマ。幼少より奴隷の身であったヨダンは基地に富む少年ミックベルの手により思いかけず自由の身となるところから物語は始まる。ミックベルと共に一攫千金を狙う冒険者としての旅路には常に異形な怪物との戦い、驚くべき冒険にコボルト女性とのロマンスが付きまとう。やがて邪悪な魔術師から古代の王国を取り戻す旅の中で悪食王の友となり、偉大なコボルトの英雄、犬の大将と称される立身出世の一大英雄譚である。カニ光線的なノリの小説カナリア隊が出版される。縄張りと群れを大事にする性質と他人種との会話が難しい頭骨の構造で野蛮と考えられていたコボルトだが、メリニの国民として衛兵や牧夫や狩人として従事した初期移民たちの活躍により大いに相互理解が進んだ。分けても悪食王とオウマイファリンはコボルトの表情や仕草から意思を汲み取る術に長け、共通語を習得していないコボルトとの会談でもコボルト言語での簡単な日常会話が可能であったと伝わる。悪食王とオウマイの日常については最小カブルーとミルシリルとの書簡集や宮廷魔導士マルシルの日記、戦士の覚書などと異なり類推できる同時代の資料が少ない。これは即位の経緯およびオウマイファリンがドラゴンから救われた経緯について西方エルフから伏せるように要求された形跡があり、カブルーを中心に意図的に情報を制限されたと考えられている。ファリン姫がコボルトの言語に明るかったことからコボルトの英雄ヨダンとのロマンスが想像され、ヨダンの冒険記の挿絵ではファリン姫はライオス王の妹とされて淡い色の毛並みを持った美しいコボルト女性の姿で描かれることが多い。どっかのコメディアンチームが悪食王の伝説をパロディした映画を作ってそう。ウンディーネ、養殖に糖分やミネラル等を添加したやつがエナドリやスポドリ感覚で売られてる。商品名はモンスターエGだな。ゴーレムメーカーの担当者が納期直前に買い込むやつ。翼を授けるの方かもしれない。レッドドラゴンのようなパワーをとのコンセプトでマルシルがドラゴンの顔をロゴとして提出したけどあんまりうまくなく、ドラゴン好きの悪食王が赤い牛と誤解して商品名がレッド〇〇になるやつ。後々ウンディーネ飲料がポーション扱いになったら発案者のマルシルは魔法薬学の祖として崇められてそう。道徳の教科書とか世界の偉人100人とかにはライオスの名前が載ってそう。きっと後世ではライオスの王としての功績は一般人でも知っているけれど、建国以前の若い頃に冒険者していたとかは少し歴史やった人じゃないと知らないやつ。ライオスの図鑑、悪食王ライオスが王になる過程で潜ったダンジョンにて遭遇した魔物などについて記した図鑑。以前では定説となっていたものがひっくり返る情報もあり、悪魔と真正面から対峙し解析した生態や動く鎧が多数の怪類によって成り立つものであることが代表的である。またダンジョンを潜る際に魔物を調理しつつ進軍したということもあり、料理長戦士などによる魔物レシピも栄養価や当時のパーティーメンバーによる食レポを含めて併記されている。悪食王ライオス当人が持っていた多数の付箋が貼られた手持ち図鑑は国宝となっており、王が悪魔に願った魔物としての姿も記録されている。この図鑑の写しは博物館に展示されているので見てみるといいだろう。ライオスの呪いがあるから魔物牧場は作るとしても国の中心部からは離れた場所にしないといけないのは大変だな。ライオスが通りそうな大通りからもある程度離れてるだろうし、仕事内容的にも他国からは職業が差別されてると勘違いされる可能性がある。ライオス王の功績として世界中を覆った悪魔を討伐したというのがあるので、世界各地に残る世界を滅ぼそうとした悪魔の伝承とその時期の一致からライオス王の伝説が本当であったことが後世の調査でも裏付けられるとかありそう。有識者 A、 世界各地に存在したとされる世界を滅ぼそうとした悪魔の伝承はライオス王の建国と同時期に急速に数を減らしていったことがわかる。このことからもライオス王の建国神話にある悪魔を食したは何らかの真実を含んでいると考えられる。有識者 B、 それはいささかに暴論だろう。各地の少数民族がメリニ国に集結したことで
それらの神話の伝承者が途絶えたことが理由と考える方が自然だ。有識者 C ・フィオニル先生が歴史の授業で真実だって言ってた。当時を知る長命種族がいるってやった杖は、その場にいたやつなら悪魔が食われたらヤバいものをライオスに食われて血相を変えたって知ってるだろうし。長命種族の時間感覚で作られた法律を短命種族に適用すると起こるバグとかありそう。例えば何らかの免許の更新間隔が50年単位とか。というかライオスが悪魔の欲望を食べる前と後で各地の迷宮の様子とか魔力濃度とか魔法の作用とかが激変してるはずなので、悪事記王が悪魔をどうにかした結果世界に大きな変化が起きたのは最低限後世まで証拠付きで伝えられると思う。ダンジョンが世界中に広がってるんだっけ。魔物の生息域とか大気に含まれる魔力濃度とか高まってそうだな。あと一部黒魔法は使えなくなってるっぽい。悪事記王が悪魔を倒したのは少なくともエルフドワーフ&ノームにはかなり正確なことが伝えられていく。で、人類文明はこの2種が今のところ中心だから、悪事記王が悪魔を倒したことが迷信扱いになるのは少なくとも長命種文明の致命的な崩壊が必須。現状衰退はありそうだけど跡形もなくなるってことはなさそうだし、ライオスの偉業は正しく後世まで伝えられる可能性が高い。悪魔の影響がなくなるって現実で言うと氷河期が終わるとか大気中の二酸化炭素量が一瞬で激変したとかに近いのかな。それなら悪事記王以前以後というのが魔法学においてもめちゃくちゃ重要になってくるな。年表とか年代にライオスの名前つきそう。長命種のおかげで後世に正確な情報を残しやすい反面、長命種に都合よく改ざんもしやすいかも。ライオスの死後、魔物の生態に詳しいハーフエルフが諸国漫遊しながら魔物被害に苦しむ人々を救う的な話を見たい。早々のマルシル的な。メリニの名産品といえば魔物食材とそれらの加工の友となる調理道具である。作り手や製法の質はもちろんのこと、素材にアダマントやミスリルなどの希少金属を使った高級ブランドメリニクックは世界中の料理人にとって垂涎の超一品として名を轟かせている。これらの道具の生産は悪事記王の食卓を支えたとされるドワーフが希少金属の盾や短刀を所持していたとの伝承にあやかって伝統化したものだと推察されていたが、近年発見された建国以前の迷宮元無月やメリニ製鉄師の記述から蒸気の道具が実際には鍋や包丁として実在していたという裏付けが取れ、考古学界隈を賑わせた。また当時の雑記のようなもので高級料理用具の作成を指示したのは悪事記王であり、宮廷に仕えたドワーフの鍛冶師から烈火のごとき反発を食らった、後渋々従ったとの記述があるが、こちらの裏付けは取れていない。歴史ってほどじゃないけど対ウサギ鎧はライオスモデルとしてバカ売れしてそう。実際に首狙いの攻撃を防いだ跡が残ってるから、何度も王を危機から救ったという箔がつく。ウサギ本当に怖いからな。なんやかんやでファリンとライオス寿命伸びてねえかな。本当にね。死んだら魔物に食われたいを叶えないように不老不死になったライオスとレッドドラゴンの寿命がバグったファリン、両者ともに隠居が乱心した数世代後の王に邪魔だと追放されたマルシルと旅に出る話が見て、どっこい生きてるヤードが隠居ハウスの留守番でこういう時のためにカブルーがマニュアルみたいなのを残してくれてる感じで、マルシルは追放される前にマニュアル通り、そう金や権力に溺れていると悪事記王の裁定が下されるだろう、せいぜい魔物への備えをするのだなって吠えながら追放される。遠い未来いろんな解釈の電気物や悪事記王を扱った創作が出てくるだろうけど、どんなタイプがスタンダードになるんだろう。正義感から迷宮の主と悪魔を滅ぼした勇者にされるか、悪魔にも長命種の支配にも反逆したダークヒーローと化すのか、なぜか悪魔を食べる前から相当な退職感という微妙に間違った設定にはされてそう。英雄譚は一定の需要がありそう。しかしライオス本人を知る長命種の光悦が入ってしまうのだった。魔物の生息域を突破するとき食料を現地調達する作戦を悪事記王ライオス作戦と呼ぶ。主に迂回戦術や密輸などに用いられる。最後までご視聴ありがとうございました。今回の反応集への皆様のコメントをお待ちしています。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。